敵に気をつけてくれ。調子はどう？万全ではないけど、作戦には支障をきたさない。さすがプロ。ゲイ！変わって。あいよ、気をつけろ。スターライトここに輝く。Richtiger Tornado, die Kleine hier. In der Kretanhöhle, tief in dem verlassenen Metro, wenn ihr dasselbe Standortsignal wie auf dem Laufwerk verfolgt, informiert ihr Cunninghams über alle Veränderungen, die während der Funkstunde eingetreten sind. なるほど。連絡が途絶えたのは、店長の設備が謎のハッカーに乗っ取られたのが原因だったんだな。ニコが依頼料をケチったことを怒ってたわけじゃないんだ。Ich mag ein Proxy sein, aber so unbarmherzig bin ich auch wieder nicht. そんな血も涙もないプロ騎士じゃないよ。やっぱり私の目に狂いはなかったわね。それでプロ騎士の話を聞く限り、一番怪しいのはパスワードが保存されてたメモリディスクよね。そのハッカーはそれを介してあんたを見つけたのかしら。 HDD の脆弱性診断をやったけど、確かにその可能性が一番大きいね。それじゃあ赤画組の連中も誰かに依頼されて金庫を奪ったってことになるわね。俺たちと一緒だな。プロ騎士先生の介入がなかったら、私たちが正体不明の黒幕と対峙することになっていたはず。やっぱ店長は頼りになるぜ。まるでスターライトナイトの相棒犬メテオマットみてえだな。メテオイテンクーター、わ、was ist wohl wen nennst du hier einen Köter？ ビリー、よく聞こえなかったけれど、誰が相棒犬のメテオマットだって？ちげえって店長、そういう意味じゃ。あの時は多額の報酬に目がくらんだけど、結局今回もろくな仕事じゃなかったわね。もう二度と情報屋の口車には乗らないんだから。帰ったらさっさとこの火の粉を振り払って、仲介業者に2倍の追加報酬を要求してやる。ニコ、フォローでの捜索を急ぐ必要がある。私たちの滞在時間がエーテル適応体質の限界に迫ってる。侵食の影響で戦闘力が下がったりしたら、金庫の捜索中に起こりうるアクシデントに対応できなくなると思う。アクシデント？侵食で生かしちまった赤化組のおっさん、つまりあの上級エーテリアスのことか。そう、おそらくデュラハンは今もフォローの中で私たちを探している。アンビーの言う通りよ。あの化け物より先に金庫を回収しなくちゃ。急いでターゲットを追うわよ。プロキシ、引き続きガイドをお願い。前方にフォローの叫びを検出。間もなく仮想エリアに転送されると推測。墜落にご注意ください。フォローの叫びはフォロー内部の空間乱脈現象によるものです。フォローでは常に新しいエリアが際限なく生成されており、ひとたび油断すれば道を見失います。データの特徴を解析した結果、前方の裂け目は下方向に生成されたエリアに通じているようです。裂け目に足を踏み入れると墜落します。あらかじめ準備を整えてください。ちょっとしんどいかもしれないよ。大丈夫、私たちは熟練のホローレイダーだから。
何回やっても慣れねえんだ。これか。必要のない時はなるべく裂け目を回避するけど、今回は必要な時だからね。お、ってことは金庫はここにあんのか。落ち着いて周りをよく観察してみて。進むルートをしっかり考えないと。あんたのがプロなんだから言う通りにするわ。Korrosion erlitten. Geschärfte Wahrnehmung. Die Crit-Rate von Gegnern und Verbündeten wird erhöht. Oh. Entdeckst einen Äthertropfen in einer unscheinbaren Ecke. Ein natürliches Heilmittel, das aus reinem kondensierten Äther besteht. Ungiftig und unschädlich. Bevor es verdunstet, solltest du erst ihn verarbeiten lassen. Gut, Heilung brauchen wir nicht. Äthertropfen sammeln und aufbewahren. Das macht mehr Sinn. Bambu-Plugin erhalten, Äthertropfen. Agenten, die nicht mehr zur Aktion fähig sind, können wiederbelebt werden und erhalten eine bestimmte Menge an LP zurück. Schön, schön. Haben wir da hinten noch was? Nö. まだ早いよ、ニコ。僕たちにはまだ厄介な問題が一つ残ってる。脱出経路を計画するためのデータが削除されて、本来のルートが使えなくなったんだ。ここから出られない？あんなに苦労してやっと元に戻ったと思ったら、まさかこれで終わりだなんて。くそ、モニカ様とデートしたこともねえってのに悔しいぜ。けど、なかなか悪くない人生だった。落ち着いて、他の手がないか考えてみる。最後の言葉を残すのはまだ早いよ。僕に一つ考えがあるんだ。それにはニコの同意が必要なんだけど。同意する。まずは話を聞いて。僕のシステムに侵入したハッカー曰く、金庫には
あのロゼッタデータに匹敵するものが入っていて、それがあればホローを自由に出入りできるそうだ。もしその話が本当ならそれを使ってホローから脱出できるはず。君がこれを開けることに同意してくれれば。同意する、さっきから言ってるじゃん。依頼人からの任務なんだろう。少しくらい躊躇しないの。生きるか死ぬかの瀬戸際なのよ。第一、私がここから出られなかったら誰が金庫を渡すっていうの。開けちゃっていいわ。暗証番号は知ってるのよね。うん、でも先に言っておくけど、これは賭けだ。強制的にデータを読み取った結果どうなるかは分からない。待って、質問があるんだけど。あなたの本体はホローの外でしょう。そのまま立ち去ることもできたのに、どうして危険を冒してまで私たちを助けに来たの。他に何か企みでも。アンビー、何を言っているんだい。僕は君たちのプロ騎士だ。連れて行くって約束した以上絶対に連れ出してみせる。もちろん代替案は用意してある。もしこっちが失敗したら HDD システムがインターネットに救援依頼を出してくれることになってるんだ。その時は安心して。ここを脱出できたら何があっても店まで助けに行くから。依頼料もそれくらい安さに支払ってくれればいいのに。Scheinbar was ausgeschafft. Okay, es gab es hier mehrere Zusatzfeuer, so nur eins und x ist. Ich weiß es aber nicht. Ich kenne mich noch nicht so ganz mit dem ganzen System aus. Stufe 7 haben wir jetzt aber schon geschafft, sind schon fast Stufe 8. お願い、目を覚まして。利用規約および条件、他人への受験を禁止、異常または他のいかなる形での譲渡も禁止。店長、やったぞ。俺たち出てきたんだ。あなた様はご自分と該当存在の共同利益を保護するために必要に際して十分な受験を行うことに同意する。ポンプが痙攣してる。店に戻って本体を確認した方がいい。Es ist so laut。うるさいな。何の音だ。蒸気の利用規約に同意しますか。Nein。苦しい。頭の中で情報が渦巻いている。蒸気の利用規約に同意しますか。Nein。もうやめてくれ。痛いんだ。目が、体中が。Verstanden, okay, okay. どうすればいいんだろう。これ以上苦しめないでくれ。受験規約へのサイン完了。これよりあなた様のサポートを開始いたします。共に新エリートを。全然アウトだ。俺は驚いた。鍵のうち一本がどうやらすでに有効化されたようだ。本当？どの鍵？ゴースト？ジュニ？それとも妖怪？そのどれでもない、フェラリーさ。あらあら、それは面白くなりそうね。あらあら。ビデオテイクランドプレイオフター6th street。お兄ちゃん、やっと目を覚ました。もう大丈夫。お兄ちゃんは今
うちの中にいるんだよ。Was ist mit dem Datenchip passiert? あのデータチップは、ニコたちは、それと、僕は一体どうやって帰ってきたんだ？はいはい、落ち着いて。回復したばかりなんだから、あんまり興奮しないように。ちゃんと状況を説明するから。まずはデータチップを読み取った後、お兄ちゃんの身に何が起きたのか教えてくれる？Du erklärst ein schmerzhaftes, bizarres, telepathisches Erlebnis. うん。なんだか夢みたいな話に聞こえるけど。とにかく、何があったのかは大体把握できたよ。それじゃあ、次は私が話す番だね。お兄ちゃんがデータチップを読み取った後、私たちのポンプが暴走したの。それから何らかのオーバーロード状態に入ったらしくて、ライブハウス404のミラーボールみたいにピカピカ光り始めたんだ。脱出計画は失敗したと思ってたんだけど、ポンプが急にまた動き出して、ニコたちを出口まで誘導してくれたの。お兄ちゃんはその途中で気を失っちゃって、痙攣しながらずっと上ごとを言ってたんだよ。何それ、怖。こっちのセリフだよ。私本当に怖かったんだから。とにかく、それで私が慌ててたところに、ニコたちが知り合いの闇医者を連れてきてくれて、なんとかお兄ちゃんを HDD から引っ張り出したの。今ニコたちがこの件を調査しに行ってくれてる。いい知らせは、借金を返済するっていう約束を守ってもらえたことかな。ほとんどは医療費とポンプの修理代に消えたけどね。でも本当の悪い知らせはこれじゃないの。心の準備ができたらパソコンを見てみて。Welche bösen Nachrichten bekommen wir da? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Ja, denn ich werde jetzt gleich erstmal für den Moment zumindest Schluss machen. Ich wollte noch einmal kurz, wenn ich jetzt wüsste wo, ich wollte noch einmal kurz die gucken, ob ich ein paar 24-Hour laden, was das denn? Achso, ob ich ein paar Wünsche machen kann. Das wollte ich nochmal schauen. Zum Abschluss, aber das sieht eher, glaube ich, nicht so aus.Ich muss mich hier noch komplett orientieren. So, alles so neu, die Oberfläche ist noch so anders im Vergleich zu den anderen Games. Jetzt ohne Witz, wo war da denn das? War das? Ach, da. Hier habe ich 6. Und da 0, ja.Ich glaube, da kann ich mir nichts weiter zusammenholen. Hier könnte ich mir auch nichts holen. Da wären es nur 2, also auch keine 10 insgesamt für einen Tempel hier auf dem Banner. Aber vielleicht haben wir das nächste Mal genug dafür. Kriegen wir bestimmt auch noch eine Belohnung. Ja, aber ich würde mich dann für den Moment erstmal verabschieden. Hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Entweder hier bei Zenless Zone Zero oder aber bei Genshin, Star Rail oder Wuthering Waves. Mal gucken. Und ja, bis dahin. Tschüss.